子たちが5人いらっしゃるそうです。有する特色のあるチームです。一心踊り子、果たし、スタッフ全員が心を一つに、お互いに助け合い、励まし合い、協力し合い、よさこいを楽しめるようにと願いが込められたチーム名になっております。一心メンバー全員で心を込めて元気よく楽しく演舞させていただきますという、本当にもう熱意が伝わるコメントをいただいております。それではご挨拶はお願いします。宇都宮の皆さん、こんにちは。神奈川県は相模原から来ました立新と申します。ちっちゃいちびっ子から上は70近くのおじいちゃんまで、よさこい好きが集まって頑張って踊ってます。ご声援のほどよろしくお願いします。一心構え。